どうも、スイッチマンです。スーパー系ロボット対戦アルファ第34話やっていきます。前回まではマクロス絡みの話でした。今回はプリスケが、そしてレビが。ってことで、改造です。命中率が厳しくなってきてるので、運動性をちょっとずつ上げていきます。サイバスターはエネルギーを上げとこう。武器は、いいかな。それでは始めていきます。
私の名はレビ、レビ・トーラー。ラオデキア様直属の聖職であり、ジュデッカを操る者。それではスタートです。このステージは、フラグがなんやかんやとあるんで、立てときます。とりあえずシャピロが邪魔ですね。マサキの気力上げて、アカシックバスターを使えるようにしとこう。プリスケはほっときます。まずはシャピロを血祭りにあげるとします。マサキで削ってクッハでとどめだな。貴様の腕はその程度か。あの世で後悔するんだな。チキロ、このままでやられちまうぜ。マサキ、早くにゃんとかしなさいよ。危なかった。シャピロを舐めてました。では奇跡の出番。2匹は無改造なんで、だいぶきつくなってきてます。あとはイベント起きるのを待つのみ。ツインマグナライフル発射。こんなところでやられるなんて。オーバーキル。プリスケは容赦ないな。
悪いが、俺にとってお前たちは地球人の単なるサンプルに過ぎない。出会った時からそれ以上の感情は持っていないんだ。なんだと、俺たちがサンプルだと。流星少女、俺を憎め。そうすればお前の本当の力が目覚める。俺の追い求めるサイコドライバーの力がな。貴様、アヤがどんな気持ちでてめえに撃たれたのかわからねえのか。言ったはずだ、そういう感情は持ち合わせていないと。教官、いや、イングラム・プリスケン、俺はてめえを絶対に許さねえ。死にたくなければ抵抗してみせろ。伊達でとどめ刺すんでちょっと削ります。その程度で俺を倒すことは不可能だと思う。逃がしはしない。おっと、外れだぞ。アールガン入手条件とアストラナガン参戦のフラグを立てます。伊達とクッハがプリスケと戦闘することがアストラナガン参戦条件のフラグになります。手に取るようにわかる。行け、Tリンクブーメラン。ほんでだけでとどめ、Tリンクナッコーです。一撃粉砕、鉄拳制裁。これが何でプリスケがハロモットン。まあガバ嬉しかばってんがっさい。あとはレビと伊達が戦闘すれば、アールガン入手のフラグが立ちます。では味方増援を待ちます。ジャンジャルはお呼びでない。
ってワレビと伊達を絡ませます。連動剣 D リンクナッコ、本気を出さないと死ぬぞ。私とジュデッカに見入られたら終わりだ。第一地獄カイーナ。100年早いんだよ。ふう、レビトならカイーナも全然オッケーだぜ。ジュデッカは HP が5万8000もあるので、みんなで削ります。甲賀剣で4万くらいいくだろうから、2万くらい削れればオッケー。そんな力でこのジュデカを倒す気なのか？私から逃げられると思うな。第一地獄カイーナ。へっ、当たらねえな。覚悟してください。私をもっと楽しませてくれ。お前はもう死ぬしかない。第一地獄カイーナ。それで終わりなのか？届かないというのか、ジュデッカ。ではとどめは藤原で、ギンギンになった藤原の光り輝く牙がまだ幼さの残る蛇の未開発のゴニョゴニョ。ナイス藤原。あとはボルテスがなんやかんやあるみたいですが巻いていきます。ガシャンガシャンうるせえ。
何の意味もない選択肢。ユーゼスゴッツォが出てきましたね。ゴッツォの色違いがボコボコ出てきたのってアルファだっけ？ということで、今回はここまで。ご視聴ありがとうございました。